K-POP ワールドニュースロボプルです。さて今日は大きなニュースが入ってきました。5時間ほど前、アメリカ最大手ユニバーサルミュージックグループはビッグヒットエンターテインメントと戦略提携を結んでアメリカ初の K-POP ボーイグループオーディション番組を行うとオンラインで発表し、ビッグヒットも動画を公開し、音楽業界は大騒ぎになっています。この発表、K-POP グループのオーディション番組をするしないだけでない、とても興味深い意味を含んだ発表でしたので、詳しくその内容をご紹介しようと思います。まず、ユニバーサルミュージックというグループは、世界最大の音楽会社で、世界中に100近くのレーベルを抱える超巨大企業です。2位のソニー、3位のワーナーの総売上を足しても、ユニバーサルの 65% にしか及ばないんですから、ユニバーサルは世界の音楽界の怪物的なドンなわけです。テイラー・スウィフト、アリアナ・グランデ、ビリー・アイリッシュ、カニエ、ブレイク、レディー・ガガ、JG からクイーンやビートルズに至るまで、そうそうたる世界のトップアーティストを抱えています。そんな化け物ドンにとって、この数年 BTS というアジアの小さな国の小さなレーベルのアーティストに、1杯も2杯も3杯も食わされ続けてきたことは、屈辱以外の何物でもなかったでしょうね。数年前からユニバーサルがビッグヒットのやり方を猛烈に研究してどうやって食い止めるかの策を練っていたことは知られていましたし、 BTS を買い取る密談が何度も破談に終わったことも噂されていました。でも TWICE が全米アルバムチャートに2回も入ってきたり、ルーナが記録的ランクインをしたり、ブラックピンクに至ってはビルボードの常連にさえなりつつあったり、もはや BTS だけでない K-POP アーティストが次々に K-POP 独特のメソッドで成功を収めていく勢いに焦りも限界に達して、ビッグヒットそのものと提携して社外秘のノウハウまで全てを学ぶしかないと決断したのだと思われます。では、先ほど両社が発表したこの戦略提携の内容を意訳してご説明しましょう。ビッグヒットとユニバーサルは複数のプロジェクトおよびビッグヒット所有の Weverse や VenueLive を含む最新のプラットフォーム技術を通して共同事業を行い、アーティストの活動範囲やコミュニケーションルートの拡大、ファンとのつながりやファン参加型のエクスペリエンス強化に注力することを決定しました。ビッグヒットはユニバーサル傘下のデフィンレコードとの合弁レーベルを立ち上げ、新たな歴史を作る K-POP ボーイグループをグローバルデビューさせます。この新しいボーイグループのメンバーは2022年放送予定のグローバルオーディション番組で選抜します。その番組を放送するチャンネルは今後全米屈指の放送ネットワークの中から決定し発表することになります。この合弁事業で多くのアーティストが最新の技術を通して活動の場を広げ、チャンスを広げ、同時に K-POP の音楽と文化がさらに世界中に浸透していくことでしょう。ユニバーサルのアーティストは Weverse でファンと直接つながることができ、ファンはアーティストに密に触れながら情熱を育むことができ、双方向のコミュニケーションをしたり、コンテンツを見たり、商品を購入したりもできます。すでにユニバーサルの数組のアーティストが Weverse を始めており、今後も続々新アーティストが参加していく予定です。先週の発表でユニバーサルがビッグヒット、YG、キスビーとともにオンラインライブシステムのベニューライブに出資することをお知らせしたのはこの布石でもあったわけです。本日の発表もまさにそのベニューライブを通して行っているわけで、ビッグヒットとユニバーサルが手を組んでのグローバルレベルの K-POP ボーイグループのアメリカでの初結成と初デビューという興奮のプロジェクト詳細を発表するのにふさわしい方法を選びました。このプロジェクトに際してビッグヒットと合弁レーベルを立ち上げるゲフィンレコードは、ニルバーナ、ガンゼンローゼス、エルトン・ジョン、アビーチーから新人オリビア・ロドリゴまで、過去40年以上若者の音楽カルチャーを作ってきたレーベルです。この合弁レーベルは、ロサンゼルスを拠点に、ビッグヒットアメリカやゲフィン、そしてユニバーサルと密に連絡しながらプロジェクトを進行することになります。新ボーイグループのデビューまでの流れは、音楽、パフォーマンス、ファッション、ミュージックビデオ、ファンとのコミュニケーションの全てにおいて K-POP システムに乗っ取ったプロジェクト運営をします。特にこの分野の専門家であるビッグヒットは、人材の発掘、トレーニング、育成、ファン向けコンテンツの制作、Weverse を使ったファンとの交流管理において主導権を持つことになります。一方、ゲフィンはアメリカの主要ネットワークとのオーディション番組制作進行に加え、世界の音楽業界での強いネットワークを駆使して楽曲の制作、マーケティング、グローバルセールスを担当します。今回の発表に際してビッグヒットの CEO であるパン・シショク氏はこう言いました。私たち2つの組織は常に新しいことを求め、
ファンに純粋な音楽と妥協のないハイクオリティのコンテンツを提供したいと願う点で、価値観とビジョンが似ている。ユニバーサルとビッグヒットの相乗効果があれば、世界の音楽界の歴史を塗り替える何かができるはずだ。また、ビッグヒットグローバル事業 CEO のユン氏はこう言いました。この2つの組織がしっかり手を組んで頑張り、最強のプラットフォームを牽引して、世界トップのアーティストを育て上げましょう。同時に K-POP は世界中の国境と世界中の言葉の壁を乗り越えられる。今回の新グループプロジェクトには、ビッグヒットが過去16年の経験から編み出した成功の方程式を適用します。それを世界の音楽界の中心であるアメリカで実現することには、格別な意味があります。ユニバーサルの CEO、ルシアン・グレインジュはこう言いました。アーティスト育成における革新的なノウハウと付随するテクノロジーで、ビッグヒットは今や世界の音楽業界の一角を形成する会社にまでなった。そんなビッグヒットと仕事をできることにワクワクしている。この新規合弁事業を通して、世界レベルの文化的現象になった K-POP がさらに発展するだろう。また、ゲフィの CEO、ジョン・ジャネットはこう言いました。今回の合弁事業には皆興奮を抑えきれずにいます。これからの世界の音楽業界は、アーティスト・ファン両方にとって喜びがプラスになる。そんな音楽業界の将来を築くプロジェクトを共同遂行できるなんて信じられない。いかがでしたか？今ご紹介した発表は、ユニバーサルのオフィシャルサイトに出された声明を基本にしています。YouTube のビッグヒットのチャンネルに先ほど上がった動画は、残念ながら今のところ日本語字幕は自動翻訳のみしかありませんが、ここでご紹介したものと内容はほぼ同じです。ロボプロが個人的に興味を持ったのは、アメリカ初の K-POP オーディション番組のことより、ユニバーサルの CEO の口から出た、ビッグヒットは今や世界の音楽業界の一角を形成する会社にまでなったという言葉でした。もちろんこの数年、BTS や K-POP グループの快挙を見聞きするたびに、何度もお尻に火がついては飛び上がって悔しさが爆発していたでしょうから、やっとその秘密のレシピを買い取れないまでも半分こさせてもらえたってことで、ビッグヒットを持ち上げなくちゃいけない背景もあるのかもしれませんが、K-POP が単なる一時的流行ではなく、音楽業界の歴史を塗り替えたことは、もはや推測ではない事実になったんだということをはっきり実感させられました。すごいことです。ジャニックさんはビッグヒットの動画で、音楽界の東西の巨頭が手を組んだプロジェクトに自分たちが参加できるなんてと興奮を隠せない様子でしたが、ビッグヒットが世界最大の音楽界のドンと並べられて東の巨頭と呼ばれることにもジーンときます。ビルボードはラテン音楽、カントリー音楽、R&B、ラップなどのカテゴリーと並んで、 K-POP という新しいカテゴリーも追加すべきという動きを見せていましたが、いよいよ年間の授賞式でも K-POP 部門が増設されて、 BTS や TWICE や BLACKPINK やママモーや STRAY KIDS がそろそろビルボード授賞式に参列する日も遠くないかもしれませんね。まだ信じられず、うまく想像できませんが、とにかく楽しみです。これは個人的に感じただけのことなんですが、唯一気になるのは、ビッグヒットのアップした YouTube の動画を見ると、4人のお偉いさんはみんな書いてあることを読んで喋るばかりで、嬉しそうな感情がほとんど伝わってきませんでした。 K-POP 式が世界の音楽界の新しいフォーマットに認定されたことは嬉しいことですが、ロボプルにはグランジュさんとジャネックさんの瞳の奥にドルマークが見えて、巨大企業という怪物にアジア人が利用されるのではとちょっと怖い気がします。ここまで信じ抜いて愛情を持ってやってきたパン PD がいる以上、 BTS は守られる気がしますが、その他の会社のアーティストたちももっともっともっと守られていってほしいと思います。最後に一つ、 RM が以前アメリカの番組で言っていた言葉が浮かびました。僕たちはアジアの、しかも小さな国の、しかも小さなレコード会社のアーティストですよ。アメリカっていう世界の音楽界のメジャーリーグには程遠いところから来てるのにって自分たちでも成功に驚きます。でも同時に、超マイナーからでも世界のメジャーリーグに入れるって誰かを勇気づけられるといいなとも思いますね。本当に今日のニュースは、K-POP 界で頑張っているいろんなアーティストを勇気づけるし、世界中のいろんな音楽ジャンルのアーティストの夢も膨らませたのではないでしょうか。それでは今日はこの辺で、次回お楽しみに。 Have a lovely day!